どうぞ。電気関連設備などの製造販売を行う明治電機工業豊田支店が導入したシステムは、太陽光パネルで休日に発電される電力を活用し、電解装置で水素を製造・貯蔵します。そしてその水素を利用して二酸化炭素を発生させず、燃料電池発電機で新たに発電するというものです。今日は開所式が行われ、杉脇博樹社長がシステムについて説明しました。明治電機工業は今後このシステムの施工・販売を目指すということです。